にちは、のこです。はい、今回は新型スペーシアの総集編をお届けします。前回の NBOX と同様に、この動画1本で新型スペーシアの全てが分かるような内容になってるので、新型スペーシアにちょっとでもいいなって思う方がいらっしゃったら、ぜひ見てください。では早速、行ってみよう。はい、ではまず最初に見た目の違いについて説明していきます。旧型のスペーシアはこんな感じです。新型がこんな感じになってます。ちょっとこの部分ね、スペーあのスズキの S が入ってる、この部分が新型になって、ちょっとおしゃれに進化したんじゃないかなという印象があります。そしてライトについてなんですけど、今こちら X グレードを比較してるんですけど、旧型のスペーシアはハロゲンタイプのライトになってます。これが新型に進化して LED ライトになりました。そして新型スペーシアのいいところなんですけど、一番低いブレードでも LED ライトっていうのが特徴になってます。で、スペーシアカスタムになるとフル LED ライトになってます。そして旧型のスペーシアのモチーフはスーツケースをモチーフにデザインされてたんですけど、なんとコンテナをイメージモチーフにした新型スペーシアになっております。で、どこが変わったのかというと、旧型こんな感じで、ちょっとね、下の方にちょっとラインが入ってるんですけど、新型になって旧型よりもちょっと多めにボディに横ラインが入ってます。まあ、これがね、その荷物がいっぱい入るコンテナをモチーフにしてるっていうのがすごく伝わってくる見た目になってます。次に後ろの見た目について説明します。まずライトについてなんですけど、旧型と新型比較すると、新型がちょっと低い位置にライトが来ているんじゃないかなと思います。そして全体的な顔つきがちょっと、旧型はシャープな見た目になってたんですけど、ちょっとなんか丸い感じの顔つきになっているように感じます。そしてこのスペーシアのロゴなんですけど、旧型は右下に入ってました。ニコちゃんマークもね、可愛いのがついてたんですけど、新型はちょっと上にロゴが入ってます。ニコちゃんマークはなくなってしまったんですけど、立体感あふれる、もうちょっと立体的なロゴがついてるので、かっこいいなっていう印象があります。はい、では説明していきたいと思います。まず前型のスペーシアはスーツケースをモチーフにしてたんですけど、今回ねコンテナをモチーフにしているということで、ちょっと前型よりかは迫力あるインパネ部分になっております。なんと USB ここに挿すことができます。 Type-C も接続可能になっております。素晴らしいそしてここのね、ナビの周り、ナビ周りが一番大きく変化したんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと迫力があるナビ周りになっております。そして、前型はX グレードだったら 4WD からでないと助手席にシートヒーターつかなかったんですけど、なんと新型になって X グレード、助手席にも運転席にもシートヒーターがつきました。素晴らしいですね。やっぱね、今日みたいにとっても寒い日はね、シートヒーター必須なので、とてもありがたい装備をつけていただき、鈴木さんありがとうございます。はい、そしてエアコンのね、操作分もね、前の旧型と比較すると操作しやすくなったんじゃないかなという印象があります。はい、ではエンジンつけていきたいと思います。ちょっとね、これ私感動したんですけど、音にご注目ください。いきます。ガソリンが減っています。ガソリンは減ってるんですけど、このね、最初の音楽、か
可愛くないですか。もうこれ乗った時すごい感動して欲しい。すごい音楽がねちゃんと出迎えてくれます。でここに情報が集約されたメーターもあります。そして ステアリングリモコンもついてます。セーフティープラスパッケージ装着車、そしてスペーシアカスタムにも電動パーキングブレーキがつきました。 G グレードと X グレードはあの足踏みタイプフットブレーキになってるんですけど、ついにねスペーシアにも電動パーキングとホールドがつきましたので、ぜひおすすめです。ではちょっと今からバック駐車するので、また音にご注目ください。このプープープーって可愛らしいまた音がお知らせしてくれます。はい、では後ろのシートについて説明していきます。まずなんといってもこの新型スペーシアにマルチユースフラップがつきました。ここの部分なんですけど、なんと自由にねここにボタンがあるんですけど、ボタンを押しながらこうやって動かすことができるんですよ。でこれ何がいいかって、こう座ってる時にねこうやってちょっと伸ばしたりすると足をゆっくり休めることができます。また戻すとねこうやってあの調整もできるんですけど、まあ、ここに荷物を置いて落下防止になったりとか、いろんな使い方ができるのが特徴になってます。そしてなんとギアシートに肘置きもついております。日よけもついております。サーキュレーターもついております。そして両側電動スライドになっております。素晴らしいですね。欲しい機能がたくさんついてる新型スペーシアになってます。はい、ということで新型スペーシアの魅力をお届けさせていただきました。やっぱり新型になって旧型にはなかった装備もたくさん備わっていたりとか、コンテナをモチーフにしてね作られているので、かっこよさが増したんじゃないかなと個人的には思います。もう本当に魅力がたくさん詰まった新型スペーシア、ぜひちょっとでもいいなって思う方がいらっしゃったらお近くの店舗までご連絡ください。では以上のこでした。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。